皆様おはようございます。おはようございます。本日はですね、9月21日の月曜日です。おはようございます。起きれなかった。いやもう今日わための歌とあさここを絶対に起きるんだと、リアルタイムで見るんだと思って、そうで夜もう早く寝なきゃと思ったらどんどん目が覚めてきてしまい、まあこれは一層朝まで起きておくべきやつですよと思って、おそらく4時半ぐらいで意識がなくなりました。そうで次起きたらもう8時半でした。でそう今そうちょっとアーカイブを見ながら準備をしてまして、そうわため先輩もね冒頭をですね見たらちょっと少しお寝坊されてたそうです。いやーなかなかねやっぱり早起きって大変ですね。そうラミーも今後その朝活がある、朝活とその先輩方のこの朝活をリアルタイムできるかなという不安と、そうこの配信が終わったら渡辺先輩の朝活を見ながらボイトレしようと思ってます。いやー難しい、どうしよう。そうなかなかちょっとどうしよう、どっちも難しい。けどそうなんだろう、ココ先輩の最初のなんだろう、スタート、朝ココのスタート見てうわーってなんかなりました。うわーってなんだろう、さっきまで本当にちょっとすぐまで前まで見てたんですけど、ご帰省のこともねたくさん触れてくださっていて、いやもうすごい嬉しかったですね。すごい朝ここにご帰省が出てると思って紹介してくださってると思ってすごい嬉しかったですね。嬉しかった。エラミーはですね、日本酒なでなでママですね。そう。朝ここ出れましたね。思わずですね、もう、今アーカイブ見ながら、ココ先輩にメッセージ送ってます。手が勝手に。